まずはあのグループ突破という目標を達成できて、すごく良かったと思います。まあ本当にタイトルまで の第一歩だと思うので、次の鹿島戦、声出しの解禁もありますし、非常に楽しみな試合でもあるので、必ず勝って勢いつけたいなと思います。そして今週末、マリノスとの試合があるので、今日のグループリーグ突破の勢いを持って、必ず勝利したいので、スタジアムまで応援よろしくお願いします。